日本はけちゃう、わけちゃう、わけちゃう、日本はけちゃう、わけちゃう、わけちゃうね、日本はけちゃう、わけちゃう、わけちゃうね、日本はけちゃう、わけちゃう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 、日本はけちゃう、
このライブでね、新曲だけで10曲披露させていただくというね、はい、とんでもなく荒さの脳みそを痛みつけるこの1ヶ月でしたけれども、この1ヶ月ほんま辛くて辛くて、そうそう、うちらは練習のことを脳トレって呼んでましたボケ防止、ボケ防止、ボケ防止で、ね、まあでもね、あの10曲のうちもう4曲はね、すでに出てる曲、今のね、猫もそうですけれども、ここからね、2曲とラスト1曲、それ以外の6曲はもう皆さんを初めて今日ここで聴けるということ で、はい、でただ新曲をどんどん披露するだけじゃなくて、今日は皆さんにあるゲームギャンブルをして楽しんでもらおうと思っております。お皆さんもう紙もらったんですかね。もう買ってるよね。この光景みんな1週間2週間無理やねすごいダジャブだもん、ね、1週間前ね、ベストアルバムランキングを当てようってやりましたけども、はいはい、今回は負けたとか言うのやめて、ボロ負けやった、やめてくれよ。アイドルのライブ会場止まれへんから競馬場みたいになるから、いやもう全員が顔怖すぎて、でも今回は結構簡単ですよね。でもそんな今回ね、まあ、SNS でも事前にいろいろヒントとかも出てるので、この後の新曲6曲を皆さんタイトル当てれたら、うん、見事チェキ券が5000円分の5枚もらえるということで、よいしょ、まあまあまあいけるでしょう、ね、あの曲も出てたしね、うん、ということでね、ちょっと頑張ってもらおうと思うんですけれど、まず、はい、ここから2曲披露するんですけど、もうすでにこれ出てる曲でございます、はい、そして次の曲はですね、もうここに会場におる人が最速、しかもまだ完成ではない、ちょっと変わる、今後修正が入るかもしれない、うん、MV を初披露したいと思います。こちらの MV ですね、シャンプー出えへんの MV なんですけども、はいはい、こちら踊ってたんです、リハーサルで、はい、じゃあ社長に、うん、お前ら邪魔と言われまして、あのスクリーンがここやからさ、そうそう、ちょっと私たちここで声だけ入れる人するんです、静かに歌いながら、はい、なので皆さんはスクリーンにね、集中していただいて、はい、ちょっとみんなでね見ていこうかなと思います、はい、じゃあ映像の方は準備大丈夫そうでしょうか。あ、大丈夫、よし、いや、なんでそっちがタイトル殺すんのこっちや、やこっちの仕事や、ありがとうございます。それではいくよ、シャンプーシャキシャキ最後の方でボトルの底にまだ残っているのに、シャンプーでどんどん押してもね、コンディショナーはもっと前からね、買い物したり映画を見たり運命の人片手にフリフリとすべできる便利な時代だけど、シャンプーで最後の方でボトルの底にまだ残っているのに、シャンプーでポンポン押してもね、コンディショナーはもっと前から、あなたもでシャンプー
後のやつドローンなんですよ。あのシーン撮るためにね、極寒の中、あのどっかのダムの近くで撮ったからめっちゃ寒くてめっちゃ時間かかったけど、ダサいからカットしようか言うてます。あんなに頑張ってくれたのに、ドローン操縦士来てたのに、操縦士来てたのに、免許持ってはる人なんだけどね。そっか。さあ次の曲なんですけども、次の曲はまだ1回しか発表したことない。しかもない。しかも愛媛でね。そうそうそう。あ、そっか。愛媛でやってない。次どなんちゅうの曲や。どオタクバージョン。どオタクバージョン聞いたことある人いますか？聞いたことあるぞ。あ、結構。あのみんな演奏してくれてありがとう。この曲はですね、あのアイドルちゃんからオタクへの怒りとか愚痴を募集して。それをあのオタクバージョンって言ってね、あの曲にさせてもらったアイドルの怒りの曲となっております、はい、なので皆さんもしサイリウムカラチェンできる人は赤に変えてください。赤に変えていきましょう。お願いね。さあオタクの方準備よろしいでしょうか。はい、はい、準備 OK ですか。はい、ドオタクバージョン。当たってた。そう。えらいもんで、うん、やっぱけえへんから、まあ、そういう使い果たしちゃう。いや、かわいそう。身にけえへんからはそうやな。厳しいな。そう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 。どうですか皆さん、紙一応ね、用意して、はい、あの答え合わせできるようにしといてください。みんな緊張してるやろうけど、うちらが一番緊張してる。リハ2時間してるからね。おっしゃ、行こうみんな。行きますか。さあ、じゃあ次はヒントとしては、お祭りソングで出してる曲です。曲が終わってからタイトル発表しますね。どうぞ。
繋がってるからそれはそう折れてる情報が危ない危ないからは結構ちょっと当たりやすくなりますね。ひらほり出てきそうですね。はいはい、次は王道ですか。王道そうです、ね、アイドルですね。サマーフンサマーフンそれでは次の曲は王道アイドルソングです。どうぞ。
道アイドルソング、曲名はサマードロップでした。よいしょ、いきます。正解だぞ。結構当たってる。マジで、当たった人はーい。はーい、あ、意外とおる、ね、4人かな。うー、当たった。ほんまに競馬場みたいな開くで、みんなで見合って若い子もおるからね。でも結構当たってますから、オッズ低いっすよ。それはそうやね。多ければ下がんの時期券。あ、そう、ちょっとリアであればあるほど高いみたいなね。なるほど、じゃあ1枚残念ながらお米のあれやったのね。さあ次の曲はガラッと雰囲気が変わりまして、お極上のバラードでございます。極上のバラード、この後に行く。ちょっとメンバー水飲んどくか。水飲んどくか。そうやな、喉をな、喉をちゃんと声出さなかったからな。助けて、セルフ、セルフ、セルフ。次の曲なんですけどね、大丈夫かい。びちゃびちゃだ。こぼした。そ、袖行って拭いて。こぼした。ビップ？ビップってこと。すいません、雑巾もらっていいですか。ごめんなさい。すいません。ちょっと待って、次歌う曲、なんかさ、気持ち入れたいから、そういうのやめてもらっていい。そういうのあかんで。私らじゃないから。マジでうちらここで歌うから次の曲。そうやな、伝えなあかんし。なんかほんまになんか笑いとかそういうのじゃないから、みんな。いないな、マジで。だって極上のバラードやから。極上のバラード。みんな。わちゃちゃって極上のバラードないじゃないですか。そう。武道館に向けてこの曲を武道館でやりたい。そんな気持ちで持ってきた曲。そうね。なんで真剣に聴いていただけたらなと思います、ね。この曲に心入れるために。2日に1回スタジオ入りました。入ったな、あのマイクだけつないで。そうね、やりましたね。やっぱ大事な望みはパートをもらってるので。ちょっと笑ってない。え、違う。あのでもみんなキュンってなると思う。キュンって、まあ、何とは言わんけど、うちらラブソング歌うときにちょっと恥ずかしいみたいなやってたんですけど、そうそうそう。でももうなんかそういう恥ずかしいとかじゃない。もう20代後半やし、なんか30代おるし。やめなさい、やめなさいよ、ね、年渋谷やで。だからちょっとみんなにこのラブソングを聴いてほしいなと思います、うん、いけますか。清掃終わりました、すいません。お待たせいたしました。気持ち切り替えてみんな。はい、うん、いける、いけるよ。よし、行こう。では極上のバラードです、どうぞ。
ということで、屋上バラードの曲名は私服ダサいでした。なんか当たった臭いな。あのさ、アメちゃんが一発目ね、ダサいって歌った瞬間、よっしゃそれやめて。いや、僕バラードやから目立つんやって。当たった人はー、ちょっとすぐ勘弁して、ちょっとすぐ許してもらえないでしょうか。ちょっとすごい数おる。これなし。ほぼ半分。これなし。これはもうこれ1枚でしませんか。これ1枚。これ1枚。これオッズ低めってこと。オッズ低いです、これ。これオッズ低いです。で、まあ、でもまだ当たるか。あ、じゃあ2曲当たった人はみたいにします。そうですね。花形宣言は5枚あげます。おお、花形宣言。サマードロップも5枚あげます。おお、サマードロップ当たってる人おる。なんか4人ぐらいおったやろ、ね。うん、もう手挙げてなくて実は10人ぐらい当たってましたみたいな、なしな。絶対当たってる人手挙げてな。ありそうやけどな。で、私服ダサいはちょっと1にしよう。オーケー、めちゃくちゃ多かったから、ね、多かったらね。弱くなんでみんな当たったかどうか。いいやんか、いいやんか、ギャンブルっぽくなってきたよ。いいやんか、楽しいわ。有馬記念より難しい言われてますからね。確かに有馬記念のがむずいやん。さあ、次はかっこいい曲ですね。お、うん、はい、 あれか、あれや、あれか。わちゃちゃには今までない、むちゃくちゃかっこいい曲。ない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 。それではかっこいい曲です。かっこいい。機体に乗り込んで操縦、未来を見失い漂流。人と点繋いだ線も絡まったイヤホンのような、発電所が一緒と誓った草原。までどうするか悩みましたね、うん、そうよ。あのわちゃちゃにしてはかっこよすぎると曲が、そうなの、だからもう逃げの櫓です。
便利やっちゃうから。ありがとう。今日もありがとうございます。非常に助かっております。なんかね、あのいろんなこと試してんけどな、うん、どうしても曲がかっこいいと。そうそうそう、私らにはもうこれ以上はないよと。無理やでって、うん、やっぱ真面目にかっこいいできひんからな。そうやね、うん、ボケちゃったね、うん、じゃあこれからはこの曲の時はサイリウム黄色で。あ、いいね、イエローですね。イエローやもん、ちょうどイエローやもんな。イヤグラオレンジ、オレンジ。だいたい色か、だいたい色、だいたい色、ちょっとちゃうな、だいたい色やから、うん、さあどんどん次いきますか。はい、これも結構いそうやね、あるある曲です。うん、これね、これは本当にあの日本わちゃちゃんメンバーだから歌える曲で、みんなのあるあるを LINE に送り合って歌詞にした曲です。どうぞ。あるある曲、曲名は大人の条件でした。これも結構当たってそうやな。当たった人はーい。さあ社長、このオッズはどうですか。
3でいかがでしょう。おいいじゃん、いかがでしょう。3枚ゲット、3枚ゲットです。歌うたんびにさ、あのリアルすぎて心臓ずっとえぐられる。ほんまになんかこの大人になってからのあるあるちょうだいって言われてめっちゃ送ったやつ歌詞になってるんですけど、まあ、それこそリリさんね、うん、今朝そうそう、芋タレ昨日ね、初期面でさ、焼肉食べに行って、うん、で、なんか足りひんな思って家帰ってカレー食って、うん、めっちゃ芋タレで若い時は行けたの。そうそうそう、あの、のぞみさんとね、うん、あのスタジオ入ってってするってなったんやけど、うん、めっちゃ絵好きながらそう、うん、ほんまにぴったりの人やそうやね、とか裏っこ芋の子は朝一だったら多分寝る説得力そうそうそうわちゃちゃが歌うからこそのね、大人の条件ですか。はい、さあ、ということで、もうラストですか。ラストのギャンブルタイム。いや、そう、新曲がラストってことですね、はいはい、ギャンブルタイム。ギャンブルタイムはラストです。まだ当たってない人いるんちゃう。一回も当たってない人。ああ、最後は当たらんと思います。すいません。次はもう本当に楽しいアップテンポ曲となっております。それでは、どうぞ。はみ出しちゃいな。え、マジ？嘘、歌った？
これはもう5枚あげましょう。5枚、5枚、1人やで、1人、10枚あげましょう。うわ、これ当てたらすごいな。え、これ誰とつながってるん？誰とつながってるん？それとちょっともう一個、はいはい、さっきの大人の条件やねんけど、はいはい、ちょっとポストしてるねな、ツイートで、はいはい、あの答え入ってませんよっていうポストあげてるのに、うん、あのヒントの中に大人って入ってて、それはおかしいじゃないかという意見をいただきまして、はい、僕は思いました、その通りだと、はい、というわけで、ちょっと正解した方にはちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとこれは僕側のミスなんで全員に1枚あげます。やったー、見てくれてありがとうね、今日。ということで、全く1枚もゲットできなかったぞ。あ、でももうみんな、なんかチェキ系のインフレ起こりそうじゃない、こんなにチェキ系与えまくってたら。ほんまやな。まあということで、日本はじゃ一気に10曲増えましたけれども、はい、もうメンバー脳みそ空っぽにして大丈夫、もう嫌ですなあ、これ以上はもう無理です。なんか、まあ、でもさ、うん、感想をさツイートしていただきたいですよね、はい、この曲が良かったみたいなね、うんうん、あ、サブスクだ、そうだ、ナイス。もう脳みそもう終わらせてたわ。終了しようとした、はい、まずですね、今日の新曲の10曲のアルバムなんですけれども、サブスクを本日の24時に配信スタートします。そしてですね、先日行われましたわちゃぽのベストアルバム、これもともと12月の中旬にサブスク出すって言ってたんですけれども、こちらも本日の24時にスタートいたします。アルバム2枚サブスクに出ますので、今日帰ってもう一回振り返って聞いてもらった。そしてあのベストアルバムの方はね、あのほとんどの曲を、あの既存の曲なんですけど、もう一回レック直してますので、新しい感じにまたメンバーも成長して歌ったりとかしてるので、ぜひ聴いてほしいなと思います。そしていっぱい拡散してください、よろしくお願いいたします。では発売記念ライブラスト1曲の新曲、これはね、今年の夏ティフに、発表させていただいた、来年の3月日本わちゃちゃの武道館にみんな来てほしいという曲を最後に歌わせてください。夢の武道館へ、わかって
日本ワテちゃんでした。ありがとうございました。ショーアップがしながら来てくれて本当にありがとうございました。この後の得点外で一人一人お礼をしてください。ありがとう。私は君とクエストというこの曲を武道館に当てて歌ってました。気づいたら武道館に来ることが行くことができる、すごい素敵なことだなと思います。今までの思い出も含めてこれからも含めて気持ちを込めて歌います。みんなありがとう。君とクエスト。まずは透明ハウスはありがとうございました。そして約束の場所がついに果たせます。まだまだみんなと一緒に最高の景色見に行きましょう。クエスト1、道のりはまだまだ届かなくて、手を差し出し望みの方を得て旅立てよ。危険決めろ気づいたまま流れ着くまま僕らしくない。夢は見ているだけじゃなくて、つま先立ちで手を伸ばした。届かない、掴めない、嘘だと証明しよう。思い描いた未来にビビりながら飛び込め。手を上げ声上げ君たたまに。立ち上がってみせる新しいスタート、異次元として